千代子とジュリが来たら一息つきましょう。お茶を入れるけれど、二人はどんなのがいいかしら。いろいろいただき物があって、いい機会だし、みんなでどうかと思っているの。そのお二人を待つのは。はい、夏葉さんとチュコ先輩とジュリちゃんとも一緒に決めたいです。二人とも優しいのね。でも一杯だけで終わりにはならないわ。だから二杯目は千代子とジュリに聞きましょう。きっと三杯目のタイミングもあると思うの。そうしたらみんなで。どうかしら。はい、でしたら決まりね。たくさんあって持ってこられないの。二人ともキッチンに来てくれる。チョコ先輩とジュリちゃんでしょうか。あら、どうかしたんですか。二人予定より遅れるそうよ。仕事なら仕方ないわね。はい、お二人がいらっしゃるまでは。はい、そうね。お茶を選ぶのは後にしましょうか。今選んでも後になったら気分も変わるかもしれないもの。それじゃあ待っている間に何をするか決めましょう。はい。はい、カホ。トランプはどうでしょうか。楽しそうです。いいわね。だけど、お3人だと大体のゲームがすぐ終わってしまうかもしれないわね。あ、本当だ。どうしましょう。何かいい案は。そうね。あ、そうだわ。うちにいるのだし、うちでしかできないことはどうかしら。夏葉さんのお家でしかできないこと。ちょっと待っていてちょうだい。やっぱりカホの身長なら私の服を着られるんじゃないかと思ったの。カホさん、お似合いです。ありがとうございます。ぜひポーズなど。はい、いいわね。カホ、次はこれなんてどうかしら。リンゼも選んでも。ええ、もちろんよ。カホもいいかしら。はい、いろいろ着てみたいです。そういえばさ、この前カホが夏葉の服着てただろ。あれ、他のテイストのも似合いそうだよな。確かに、見てみたいな。カホのファッションショー羨ましかったもんね。カホかわいい。大人っぽい。おお、すっげえ似合う。その服、夏葉ちゃんの。夏葉さんが二人をびっくりさせましょうって。リンゼさんも楽しそうで。ああ想像がつく。二人ともノリノリだったんだろうな。はい、私も楽しくて。カホもノリノリだったもんね。ちなみにジュリちゃんが開催するとしたらどうする。他のテイストというと具体的にどんなイメージで。私もよくわからないんだけどさ、チョコの可愛い系とか、私みたいな動きやすいのとか。
大学生の夏葉みたいな服がいけるんだから、高校生が着てるのもいけそうだなって。チョコ先輩とジリちゃんみたいな服気になります。私たちみたいな服の顔か。ジュリちゃんの顔すっごくかっこよく爆誕なんだよ爆誕って。とんだ逸材が生まれてしまったみたいな。女の子人気がより大変なことになりそう。お、チョコ先輩もジュリちゃんも女の人のファンいっぱいいますよね。二人もすっごくかっこいいです。そういうところ、そういうのがすっと言えちゃうところだよ。ごめん、私にはよくわかんねえけど、でもチョコみたいな服着てるカホが可愛いだろうなっていうのはわかった。手前もわかってよ。私はジュリちゃんみたいな服を着てるチョコ先輩と、チョコ先輩みたいな服を着てるジュリちゃんが見たいです。だってどう、ジュリちゃん。いや、私がチョコの服は無理があるだろう。逆はいいと思うけど。え、なんで。どっちも似合うと思いました。わーい。ね、ほら。まあカホが言うならそうなのか。はい、今度はチョコ先輩とジュリちゃんの服も着てみたいです。あ、リンゼさんの着物も私服交換会みたいな感じかな。あ、でも実際にそうなったらサイズのことも考えなきゃか。主に私から提供するアイテムの丈の問題など。ああ、結構身長差あるもんな。そしたらチョコとリンゼ、カホとナツハと私って感じになるかな。楽しそうです。でもチョコ先輩とも交換こしてみたいです。大丈夫大丈夫、帽子とかカバンとかだったら交換こできるよ。服の感じも交換こしたかったら、ちょうどそこにいろいろ揃ってそうな店あるしさ、体に当てて雰囲気見てみるとか。賛成。二人とも時間大丈夫だったらお試しで行ってみない？平気です、行ってみたいです。私も平気。じゃあ決まり、行こう。はい。カホ、次はこれなんてどうかしら。リンゼも選んでも。この前カホが夏葉の服着てただろ。あれ他のテイストのも似合いそうだよな。ジュリちゃんのカホすっごくかっこよく爆誕。カタカナがいっぱい。アイレット、イントレチャート、ウェリントン。梅春？どうしよう、全然わかんない。あ、アルパカはわかる。わかんない、おしゃれって難しい。ジュリちゃんの私になるのってどうやったらいいんだろう。私いつもお母さんと一緒に買いに行くし、どっちがいいって聞いてくれるし、ジュリちゃんとか
チョコ先輩とか、ナツァーさんとか、翼の皆さんとか、いろんな服着てるのに、なんていうか全然知らない。リンゼさんの着物も種類があるのかも。今年も皆さんみたいに一人で選べるようになるのかな。わっ、豆まる、びっくりした。どうしたの、遊びたいの？あ、豆まるもおしゃれが気になるの？そっか、豆まるは私よりずっとおしゃれさんだね。あ、そうだ、豆まるのバンダナ探してみよっか。人の服は着れないもんね。犬バンダナ。わあ、ほら豆まるいっぱいあるよ。豆まるは自分がどういうの好きかわかる？私はね、全然わかんなかった。おしゃれって難しいんだね。中学生とか高校生とか大学生とか、大人になったらわかるようになるのかな。きっとなるよね。じゃあもう大人の豆丸はどんなやつが好き？かっこいいのか、かわいいのか。あ、大人っぽいのはどう？シック。お、違うの？そっか、豆丸はちゃんとどれっていうのがあるんだね。豆丸、これが好きなの？すごい！そっか、これなんだ。お母さんに頼んでみよっか。お母さん、豆丸が新しいバンダナ欲しいって。私はまだよくわかんなかった。わかってるよ、多分。だから新しいバンダナ、これ。豆丸はこれがいいって。うん、豆丸、他にいいのがあったら教えてね。ふふ